俺はパニー、工場に勤務している28歳だ。こう見えて工場ではバリバリみんなを仕切る立場なんだ。若いのにすごいねって何を隠そう、俺は工場で働いて13年のベテラン社員なのさ。実は俺の両親は早くに他界したため、俺が3歳年下の妹パニコも育てる必要があったんだ。中卒でも雇用してくれる工場を探して生活費をなんとか稼ぎ、パニコを大学まで出すことができたんだ。パニコはめちゃくちゃ優秀で、就職先もすぐに決まった。ようやく兄ちゃんとしての役目を終えられたかなと安堵しているところ。今日はそんなパニコが初任給で俺にご馳走してくれるらしい。優しい妹を持って俺は本当に幸せだ。え、パニ、何泣いてるの？なんでもないよ。立派な妹の姿を見て涙が出たなんて、さすがに恥ずかしくて言えないな。よし、着いたよ。今日はここでお腹いっぱい食べてもらいます。あ、パニコに連れてこられたのは地元でも有名な高級寿司屋。目の前を通るだけでも緊張するほど格式高いお店。おい、ここはやめておこう。俺は回る寿司が好きなんだよ。回る寿司にしよう。回る寿司屋にはうまいラーメンもプリンもあるから最高だぞ。きっとパニコはこの寿司屋の高級さを知らないんだ。こんなことなら時価という恐怖の言葉がこの世の中には存在するってこと教えておくんだった。今日はパニーへの感謝を伝える日なんだよ。特別なお店でお祝いしようよ。でもパニコの初任給が全額寿司に消えちゃう可能性だってあるんだけどな。本当に回る寿司屋で俺は良かったのに、パニコはもう店に入る気満々。こんな高級店だって思わなかったからさ、仕事着のままで来ちゃったよ。さすがにこの格好じゃ追い返されちゃうだろう。こんな時に工場でトラブルがあり、ギリギリまで仕事をしていて着替える暇がなかったんだ。大丈夫だって、行こう行こう。店内に入ると怖そうな大将にカウンターに案内された。ちらっと俺の作業着を見たけれど問題はないみたいだ。何握りましょうか？お任せで。ひえ、そんな怖い言葉どこで覚えてきたんだよ。寿司屋でお任せなんて言ったらものすごい値段になるってのは常識。おい、パニコ、カッパ巻きにしないか？もう遠慮しないでって言ったでしょ。食べて食べて。予算をお聞きしますので心配しなくても大丈夫ですよ。そうなんですか？怖いと思った大将は優しそうに笑い、とても気さくに最高の寿司をどんどん握ってくれた。心配することはなかったな。そう安心したのもつかの間、一人の男性客が入ってきて事態は一変した。よう大将、今日もよろしく。あ？常連っぽいその男はカウンターにいる俺を見て怪訝そうな顔した。おいおい大将、いつからここは貧乏人が来る寿司屋になったんだ？今から商談するってのにこんな貧乏人がいちゃ品位が下がるだろ。俺のことを言ってるのか？おい兄ちゃん、作業着姿でうろうろされちゃ困んのよ。貧乏人はお帰りください。あくびさん、お客さんに絡むのはよしてくれないかい？そうそう、せっかくのお寿司が美味しくなくなるから半径1メートル以内に近づかないでくださいます。パニコ、そんな言い方したらあんだと貧乏人が。ほら怒っちゃった。あれ、お前ただの工場のやつかよ。と作業着の名前を見て男はますますニヤニヤとしてきた。勤務先がこんなやつにバレるのはさすがにやばいな。ただの工場は俺様の会社の下っ端も下っ端だもんな。俺が誰か知ってるか？泣く子も黙る。偉そう者の部長様だぞ。この寿司屋は俺様クラスの人間しか来れないんだよ。え、偉そう者？確かに偉そう者はこの辺りでは大手の会社だ。勤務先の工場もやりとりがあるのは知っている。
面倒なやつに捕まったな。なんだ、俺様の会社なんて言うからてっきり社長だか会長だかだと思ったのに、部長バリバリ雇われのみじゃん。そういうのは俺様を雇用してくださっている会社はっていうのが正解だよ。いしし、なんだと。おっと、ますます怒らせちゃったよ。ここは高級寿司屋のわけ、あんたらが来るような店じゃないんだよ。火が下がるからさっさと帰んな。お客さん、勝手なこと言わないでもらえますか。うちは誰でもウェルカムなんだよ。はぁ、大将、この後すごい社の会長が来るって言ってあるよな。こんな貧乏カップルがいたら話になんねえだろ。ああ、私たち貧乏カップルではなく貧乏兄弟なのでお構いなく。ここはな、金がない奴が背伸びしてきていい場所じゃないんだよ。貧乏人は自炊でもしろよ。工場勤務の貧乏人が来んな。何もそこまで言わなくても。悔しかったけれど、これ以上ここにいたら他のお客さんにも大将にも迷惑をかけてしまう。作業着で来ちゃったのは俺の不手際だからな。パニコ、帰ろうか。まだ大将自慢のプリンも食べてないのに。とっとと帰んな。貧乏人と同じ空気吸ってたらこっちまで貧乏になっちまうよ。アニゴさん、お兄さん、帰ることないよ。え？大将はものすごい形相で男を睨みつけた。お客さん、誰に物言ってるのか分かってる？はあ？と次の瞬間、店のドアが開き、これまたお偉いさんっぽい人がやってきた。会長、お待ちしておりました。面倒なことにならないうちに帰ろうと思ったけれど、なぜかパニコはニヤニヤして動かない。さてはパニコ、何か企んでるな。お、男がスリスリしている会長とやらが俺たちに気がついてしまった。あの会長、こちらの特別席へどうぞ。俺たちを隠すようにして会長とやらを誘導しようとする男だ。会長は俺たちというよりパニコにロックオンしちゃってる。おや、パニコちゃんじゃないか。え？パニコちゃんも食事に来たのかい。お、そちらはもしかして彼氏さんかな。いやいや、まさか。兄ですよ。おお、亡き両親に代わって工場勤務で君を育ててくれたというあの立派なお兄さんか。よう、お目にかかれて光栄だ。え？え？会長とやらは俺の手を取って力強くブンブンと握手をしてきた。なんでパニックはこの人とめちゃめちゃ親しそうなんだよ。俺と同じく会長の予想外の反応に口をパカーンとしているのは俺たちに絡んでいた悪意とやら。パニコと会長を交互に見て、何がなんだかといった状態だ。いやあ、パニコちゃんから君の話を聞いてるよ。俺は何にも聞いていないんだけど。すまんな、急に。私はパニコちゃんと仲良しのしがないおっさんだ。兄弟の食事の邪魔をして悪かったね。いえ、いつもパニコがお世話になっておりますと当たり障りのない挨拶をしたのに、会長は食い気味で口を開いた。お世話になってるのは私の方だよ。パニコちゃんには家族ともともお世話になりっぱなしで、パニコちゃんの家の方に足を向けて寝ることはできないんだからね。パニコちゃんがいなかったら今頃。何したんだよパニコ。会長、それ兄には話していないので。え、そうなの。パニコは昔から正義感が強くておせっかいなところがあるけれど、きっと会長のこともおせっかいして助けたんだろう。だからパニコあんなに余裕だったのか。一方、余裕がなさそうなのは俺たちを追い出そうとしていた悪意って男。大将、パニコちゃんたちの分は私につけてくれ。二人ともどんどんお食べ、遠慮しないでくれよ。どんなに食べてもパニコちゃんから受けた恩は絶対に返せんくらい世話になったんだからな。いやいや、それは困ります。今日は私の初任給で兄への感謝の気持ちを伝えるために来たんですから、ここは私のお金で払いたいんです。そうか、さすがパニコちゃんだな。それに私たちがいると品位が落ちるようなんで、デザートのプリンを諦めて帰るところなんですよ。
あ、パニコちゃんがプリンを諦めて帰るだと？そりゃただごとじゃない。どうした？何かあったんだな。何があった？力になろう。どういうことだい？大将、パニコちゃんがいると品位が下がるなんて誰が言った？会長、そろそろお仕事の話を。どうにかごまかそうとシャシャリ出てきた悪意。だけど大将は鼻で笑って悪意を一別した。だからよしなって言ったのに。あ、それだけで会長には悪意がどんな男なのか伝わったんだろう。まさかあんたがパニコちゃんに品位が下がるなんて言ったんじゃないだろうな。はい、そのまさかです。私は別に。言ったじゃん、この寿司屋には俺様クラスの人間しか来れないんだよとか、貧乏人と同じ空気吸っていたら俺も貧乏人になっちまうよって。貧乏が移るなんて思ってなかったから、そりゃ悪いことしましたねってことで、大将プリンはまた後日。俺は別にそんな失礼なこと言ったのか。言ってません。カウンターに座ってる私たちの前に来て、作業着でうろうろするなとか意味不明なこと言ったり、貧乏人は自炊しろとか、他にも。言いました。でも、悪気はなかったんです。いやー、悪気しかなかっただろう。悪気がなくても、品位が下がるから出ていけ、なんてことが言えちゃうんだね。悪気があるなら改善のしようがあるけど、悪気がないなら、天然で言ってたってこと？怖ー。より悪質だな。ありました。悪意はありました。高級店に作業服の男がいたら、会長が不快に思われると思って。仕事着で来店して、なぜ私が不快に思わなきゃならんのだ。私も仕事着だが。すみません。でも、寿司屋にこんな格好は。あんた、寿司屋を誤解してるんじゃないかい。寿司は江戸ではファーストフードとして扱われていた。誰でも気軽に食べることができるものなんだよ。うちは高級店と言われているようだが、誰でも気軽に食べに来てほしいと思っている。仕事帰りに寿司をつまんで帰る。これが寿司本来の姿なんだよ。でもうちは誰でもウェルカム。でも例外もある。楽しく寿司を食べようという気持ちがないやつや、他の客を不快にして寿司を満足するやつは出入り禁止だ。金輪際、あんたにはうちの敷居をまたいでほしくないね。そんな。大将かっこいい。じゃあ、悪意くん、商談の話はなかったことに。そんな。楽しく寿司を食いたいから、とっとと帰っておくれ。会長、話だけでも。大将、おすすめを握ってください。よう。ちょっと、俺を無視しないで。ポニコちゃん、お兄さん、何握りましょうか。大将まで。美味しいお寿司、じゃんじゃん握っちゃって。おい、無理すんなよ。誰か、俺を構って。その後、男は会長が引き連れていた男に追い出され、寿司屋に平穏が戻った。実は、あの悪意という男、下請けを見下したり、無理難題を言ってくる問題のあるやつで、大手のすごい社の会長が一言物申すために商談という体で会うことにしたんだとか。どんなやつなのか見極めて下請け会社を守ろうと会長は企んでいたものの、話をせずとも悪意の実態が分かり、会長は偉そう社に報告。悪意のこれまでの行いがバレて、部長から平に合格、そのまま辞めてしまったらしい。パニコが連れてきてくれた寿司屋はすでに会長に何度も連れてきてもらっていたことがあったらしく、大将はパニコと会長の仲をよく知っていたんだとか。後日、会長は悪意の実態を早々に暴けたのは俺たちのおかげだからって、お礼にと例の寿司屋でご馳走してくれた。パニコちゃんがすごい社に来てくれると嬉しいんだけどな。すごい社にはいい社員さんだらけじゃないですか。それに私を雇用したら会長の影響でみんなが気を使うことになりかねないので遠慮します。だってパニコちゃん、私の大切な妻子の命の恩人なんだよ。命を救ったの？そりゃもう私はパニコちゃんには
一生恩返しするつもりだよ。パニコ、一体何を。大したことはしてませんが、これは極秘で。結局パニコがなぜこんなに会長に大切にされているのかわからないけれど、感謝されてるんだから、きっとおせっかい焼いたんだろうな。それではパニー君、君を我が社に引き抜こう。給料も弾むよ。遠慮しておきます。え、なんで。だって俺は工場の仕事が大好きなんです。それに割といい給料もいただいてるんですよ。そんなの、うちに来てくれたらその3倍、いや5倍は払うぞ。いえ、申し訳ないですが、俺今の工場で働く自分が好きなんです。そうか。でも困った時には言ってくれよ。何でも言ってくれ。はい、ありがとうございます。さあ、スカウトタイムは終了。お寿司お寿司、いしし、いただきます。笑顔で食べる寿司はやっぱり美味しい。今度は兄ちゃんがドーンとおごってやれるように頑張らなきゃな。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。